今回のテーマは、近代、第一次世界大戦前の帝国主義と列強です。重要度は星3です。それでは始めます。まずは、欧米について見ていきます。イギリスの帝国主義の始まりとされる、ディズレイリ内閣が1875年に行ったこと。スエズ運河会社株買収。自由党を離れ、植民層として帝国主義政策を進めた政治家。ジョセフ・チェンバレン。全身的な社会改革を主張した、イギリスの社会主義者の団体。フェビアン教会。アイルランドの完全な独立を主張した、急進的民族主義政党。シン・フェイン党。フランスで起きた、軍部がクーデターを企てた事件。ブーランジェ事件。フランスでの、ユダヤ系軍人に対するスパイ容疑事件。ドレヒュス事件。フランスで制定された、カトリックの政治介入を禁止した法。政教分離法。ビスマルクを引退させ、新政を始めたドイツ皇帝。ビルヘルム2世。ビルヘルム2世が掲げた、帝国主義政策の呼称。世界政府。ビルヘルム2世が行った軍事政策、イギリスとの対立を深める要因の一つ。海軍の大拡張。ドイツ系の民族の結集を呼び起こそうとする主張。パンゲルマン主義。ドイツ社会民主党で出てきた、議会を無視して社会主義の実現を目標とする考え方。修正主義。ウィッテが建設を推進した、ロシア東西を結ぶ鉄道。シベリア鉄道。ロシア社会民主労働党の分裂時、革命家の武装蜂起による革命を主張したグループの呼び名。ボリシェビキ。ボリシェビキの中心的な指導者。レーニン。一方で、分裂時に大衆を基盤とし、全身的な改革を主張したグループ。メンシェビキ。ナロード2期の流れを受け継ぎ、SL と呼ばれた社会主義政党。社会革命党。日露戦争中に起きた、ペテルブルグで多くの死傷者が出た事件。血の日曜日事件。第一次ロシア革命や1917年のロシア革命時に在位していたロシア皇帝。ニコライ2世。第一次ロシア革命後の国会の、ロシア語の呼び名。ブーマ。ロシア首相となった政治家で、ミール解体など土地改革を行った。ストルイピン。1898年、キューバの独立運動の支援と、メイン号爆沈事件を口実としてアメリカが起こした戦争。アメリカ、スペイン戦争、または米西戦争。米西戦争を開始し、帝国主義政策を進めた共和党のアメリカ大統領。マッキンリー。国務長官ジョン・ヘイが中国進出のために列強に対し提唱した宣言。門戸開放宣言。マッキンリーの暗殺後、大統領に昇格した共和党の政治家。セオドア・ルーズベルト。ルーズベルト大統領が行った内政における社会改革政策、独占の規制や労働者の保護を目的とした。革新主義。ルーズベルト大統領がカリブ海に対して行った政策。棍棒外交。1913年に大統領に当選、新しい自由を掲げた民主党の政治家。ウッドロー・ウィルソン。1889年、パリで結成された国際的な労働者組織。
第2インターナショナル。列強のアフリカ進出に入ります。エジプトの民族運動で、立憲制の確立や議会の開設を要求した。ウラービー運動、またはオラービー運動。17世紀の半ば以降、ケープ植民地に入植した、オランダ系移民の子孫。ブール人。19世紀の末から使われた、ブール人の自称。アフリカーナー。ブール人が建国し、ダイヤモンドや金の鉱山が見つかった共和国。トランスバール共和国。ブール人が建国し、ダイヤモンド鉱山が見つかった自由国。オレンジ自由国。南アフリカで、ダイヤモンドと金の採掘権を独占した、イギリスの起業家、政治家。ローズ。イギリスのアフリカ進出政策で、エジプトとケープ植民地を結ぶ地域を確保する政策。アフリカ縦断政策。イギリスの帝国主義政策である 3C 政策が結ぶ3都市。カイロ、ケープタウン、カルカッタ。フランスのアフリカ進出政策、西アフリカからサハラ砂漠を横断。アフリカ横断政策。アフリカ進出をしているイギリスとフランスがスーダンで衝突した事件。ファショダ事件。ファショダ事件の後、イギリスとフランスが北アフリカでの相互の優越権を認めた協定。ドイツの進出政策に対抗する目的もあった。英仏協商。二度にわたるイギリスとドイツの北西アフリカにおける衝突事件。モロッコ事件。西欧列強の干渉や侵入から、独立を維持したアフリカ北東部の国。エチオピア帝国。イタリアがオスマン帝国から獲得したトリポリとキレナイカ地域の解消後の名前。リビア。太平洋諸地域への進出に入ります。オーストラリアの先住民。アボリジニー。ニュージーランドの先住民。マオリ。西部がオランダに、東部がイギリスとドイツに占領された島、世界第2位の大きさ。ニューギニア。併合条約によってアメリカ領となった、太平洋上の島々。ハワイ。ラテンアメリカへの進出に入ります。クーデタ後、メキシコの大統領となり、長期の独裁体制を敷いた軍人。ディアス。ラテンアメリカ初の本格的な民主主義革命。メキシコ革命。メキシコ革命の時に農地改革を主張、農民軍を率いた南部出身の人物。サパタ。列強の分裂、二極化に入ります。1882年、ドイツ、オーストリア、イタリアの三国間の同盟。三国同盟。1894年に正式調印された、ロシアとフランスの同盟。露仏同盟。ドイツの中東進出政策である 3B 政策、3都市の地名。ベルリン、ビザンティウム、バグダッド。ロシアの東アジア進出に対抗するため、イギリスが日本と結んだ同盟。日英同盟。イランやアフガニスタン、チベット地域について、イギリスとロシアが結んだ協定。英露協商。英露協商の結果成立した、イギリス、フランス、ロシアによる対ドイツ包囲網。三国協商。以上が、第一次世界大戦前の帝国主義と列強です。次回は、第一次世界大戦前のアジア諸国について扱います。
この時間のお相手は、ゆきみくちゃんでした。それではまた来週。